着信から振り込みまでわずか2時間。刑事や検察官を語る者から逮捕状が出ているなどと恫喝の電話。動揺した30代の女性。言葉巧みに操られ180万円騙し取られる。札幌中央区に住む30代の女性が、通信会社や警察官、検察官を名乗る複数の男からの電話で180万円を騙し取られる詐欺被害がありました。6月22日午前9時ごろ、通信会社を名乗る男から、あなたと同じ名前で携帯電話が契約されています、警察から疑いがかけられていますと女性に電話がありました。その後、東京都中央署の刑事を名乗る男から大麻の犯人を逮捕し、捜査している過程であなたと同じ電話番号を契約した人がいた、関係ないとは思うが事情聴取しますと伝えられました。さらに東京地検特捜部の検察官を名乗る男から、このままだとあなたを逮捕して事情聴取のために留置場に入れることになる、逮捕状が出ている、あなたじゃないということを証明するため詳しく口座を調べます、一旦お金を預かりますなどと言われました。動転した女性は自宅からネットバンク経由で2回に分けて合計180万円を指定された口座に振り込みました。女性は最初に電話を受けてからわずか2時間ほどで180万円を騙し取られたということです。振り込みを終えた後、女性は友人に相談、騙されたことに気づきました。